どうも、神荘です。本日はですね、複雑系折り紙を、折るにあたって、必須アイテムを3選紹介したいと思います。複雑系折りたいけどなかなか折れないって人、結構いると思うんですけど、この3つのアイテムを使うだけで格段に折りやすくなります。ではその魔法のようなねアイテムをね紹介していきます。まずですね、1つ目、ペンチでございます。でこのペンチ、普通のペンチじゃなくて、ここフラットなんですよね。ギザギザがないペンチ、ギザギザがないのが重要です。ギザなしのペンチ、多分これ一番使ってますね僕が。こうやってコンプレックス系、複雑系っていうのはこう紙がすごい重なるじゃないですか。そうするとやっぱどうしても指の力だけだともう折れないんですよね。折れないとか疲れちゃって、結果的になんかそうやって疲労が蓄積して集中力切れてなんかもうやめちゃうみたいな、なんかそういったことにつながるので、こういうアイテムがあるとすごい楽に折れます。はい、ペンチでございます。2つ目、ピンセット。ピンセット、これはあれですね、王道というか、こういった手先を使う作業には折り紙のみならず必須アイテムですね、ピンセット。で僕はこの先っちょがこう曲がってるのを使ってます。別に正直このまっすぐのやつでも全然いいんですけどね、そこは好みで使い分けてください。ピンセット、2つ目はピンセットでした。で3つ目ですね、3つ目、洗濯バサミ。結構これ意外なんじゃないでしょうかね。なんかもっと他になんかこう、いろんなアイテムがあると思うんですけど、まさかの洗濯バサミ。でもこれがねすごい重要でして、やっぱこう複雑系折るとですね、多分折ったことある人は1回は思ったことあると思うんですけど、指が足りないというか10本じゃ足りんっていう時があるんですよ。で誰かに協力してもらおうにもやっぱ難しいので、この洗濯バサミがねなかなか役立つんですよね。こうなんかこう折ってって押さえたい部分とかあるじゃないですか。広げたくないけどなんかここを折ると別のとこ広がっちゃってなんかおかしくなっちゃうみたいな、そういう時にこうやって洗濯バサミで押さえておくと折りやすいです、非常に。はい、以上で必須アイテム3選の紹介でした。ペンチ、ギザなしペンチとピンセット、そして洗濯バサミ。この魔法のアイテムを使って皆さんも複雑系折り紙を攻略していってください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。